はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。12月17日、大人クラブのお時間でございます。本日はですね、マウス、はい、新調いたしました。今日ですね、東京お茶の水にございます黒沢キジークラブ東京さんでマウスを買ってきたんですね。これかな、こちらの、はい、ジャンプラさんでですね、350円のマウスを買ってきました。そしてですね、私はデスクトップの PC を使っているんですが、ありがとうございます。刺しましたところ長さが足りませんで、結構ハイスペックなね、動画編集とあと音楽作成もするんで、ハイスペックな PC 使ってるんですが、マウスの長さが足りなくてですね、これは困ったなと思ったんですよ。で、二子玉川から電気屋さんにマウスを買いに行こうと思ったんですが、下村楽器さんでですね、ちょっと音楽談義になりましてね、モニタースピーカーを導入しようと思ったんですね。ミックスダウンの時のその仕上がりを、聞くためのね、モニタースピーカー。ただ今ね、今時そのスピーカーで音楽聴いてる人いるのっていう話になって、ほぼいないじゃないですか。となると、あれ、モニタースピーカーいらないかなっていうことになって、それなりにね、値段がするんでね。で、話してるうちに、あらーと思って、ふと気づいたらもう電気屋さんの時間が過ぎてたんですよ。で、いや参ったな、これ帰ってきてから作業できないなと思ったんですが、ふとですね、USB って延長ケーブルがあるじゃないですか。これ延長ケーブルに使えばいいだけの話じゃないと思ったらですね、もう非常に快適なマウスがこれでいいじゃないと。で、今時の USB って別に延長したところでね、別に信号の損失ってそんなにないんで、結果的に安上がりに済みましたね。で、黒沢木さんはもうたびたび行くんでね、壊れたら、そんなにマウス壊れることないんですけど、ジャンプラさんでね、350円なんで、マウス買えばいいかなと思って、マウスって本当にピンキリで、いろいろね、ボタンがついてたりとか、あとはボールのものとかあるんですけど、私以前はロジクールのね、こう回転式のマウス使ってたんですけど、今はね、結局手さえ疲れなければそんなにマウスにこだわりがないんですよ。で、ただ壊れちゃったんでね、スクロールが綺麗にスクロールしなくなっちゃって、もう手が疲れたんです。で、これね、皆さん、これは私が気づいたことじゃなくてね、小山台にございますコーヒーショップ、ブリックスでお知り合いになったエンジニアの、ね、方から教わったんですけど、マウスというのは、ごめんなさいね、話が飛んで、こう皆さんマウス上からこうまっすぐにしてカチカチとやる、これね、意外と手が疲れるそうです。ちょっと斜めにして、斜めにこう操作するようにね、こう上からこうするんではなく、少し手をこう楽な感じで操作すると手が疲れないんだそうです。これによってね、劇的に疲労度合いが変わるそうです。これはもうプロのマウスを使っているプロフェッショナルが言ってるんで間違いないことですね。私たちでいう、ギターの構えの時にね、こうすると疲れない。もうそういうのと同じで、プロの方にの教えていただいたことを忠実にやっていた方が手が疲れないんです。私はマウスを使うことが本職ではないので、私の本職はギターを弾くことなので、マウスを使っていて手が疲れちゃってギターが弾けないっていうんだと、本末転倒なんですね。なので実際にそのマウスの
使い方ちょっと工夫してみたところ、劇的にあの手の疲れが軽減されました。はい、本当にね、あのやっぱプロっていうのはもう長時間やってるんで、その疲れないポイントみたいなのも知ってるんですね。まあ非常に勉強になります。はい、それぞれのね、職業のそれぞれのプロフェッショナル、その道のプロっていうのはやっぱり何か秀でたものがあるから、そう、それのプロなんであってね、学ばされました。毎日が学びですね、本当に。毎日勉強していますし、毎日いろんな発見がありますし、トレーニング方法ね、私もすごく、自分の体を、鍛えていないとやっぱりギター弾けないわけです。なんで鍛えてるんですけど、今日ですね、私5キロの、鉄アレイで、外からスタジオに入るときは必ず、100回ね、こうやって鉄アレイで腕を上に上げてたんですけど、今日ですね、知り合いの女性にその話をしましたところ、あんたバカじゃないって言われまして、なんでですかって言った。そんなことしたら肩壊れるわよと、最近肩痛いでしょって言われて痛いんですよねって言ったら、鉄アレイっていうものはこうやって使うものであって、5キロのものをね、こうやってやったってそれ腕痛くなるだけで筋肉もつくわけじゃないと。で、なぜそうやってるかっていうと、やっぱり腹筋ですよね。腹筋を鍛えたいがためにこうやってるんですけど、もう肩痛くなっちゃってるんですよねって話したらゲラゲラ笑われて、鉄アレイはこうやって使うもの、もしくはこうやって使うものであって、こうやってやったらそう、あと近いうちにね、肩壊すわよって言われて、あ、そうなんだ。その方も全然もうびっしー、肉体びっしーしてるんですよ、女性なんですけど。で、今日帰りにね、コーヒーショップから帰ってきてスタジオに入るとき、こういう風にやってみたんですけどね、30回でもきついわよって言われたんですけどね、まあ30回はできたんですね、普段からこう鍛えてるできたんですけど、全く違うところが鍛えられるようになりましたで、肩の痛みもなくなりました。やっぱりね、それぞれの分野の専門家っていうのはすごいもんだなって今日改めて思いました。私がギター弾けるのと同じようにね、その体の鍛え方、体のね、持ってき方、そういうの分かってるなと思いました。まあそれぞれの道のプロっていうのはそれぞれすごいものでございます。というわけで、12月17日大人クラブでした。ででん、はい、ジャンパラさん、350円マウス結構いいです。はい、マウスが新しくなっただけで作業効率めちゃめちゃアップです。というわけで、後ほどスーパー大人クラブがあるかもしれませんね。まあ私は音楽家なんで、ぜひね、楽器が一つありますととても人生が豊かになります。はい、今のお気に入りはこちらの、ギブソンベースポールトラディショナル2016でございます。似合うでしょできればあまりね、分割払いなどでなく自分の働いたお金でギターを買うと、そのね、愛情というかも違うわけです。分割払いってあくまでこう先にね、借金ですからねまあそれでもいいんですけど、できれば働いたお金で買うのがよろしいかと思います。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあねー。